言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル。本日は発達障害より SS 法、LC スケール、フロスティック七角発達検査、この3つの検査の適応年齢を語呂合わせで紹介していきたいと思います。今回解けるようになる問題がこちらです。第19回の午後問題68番。問題、発達検査と適応年齢とで誤っている組み合わせはどれか。 A. LC スケール6歳以上、 B. SS 法言語発達遅滞検査0歳から6歳、 C. 質問応答関係検査2歳から就学前、 D. ストロー小学校低学年以上、 E. フロスティック七角発達検査小学校高学年以上。はい、どれになるでしょうか。国家試験の発達障害ゾーン、ここでよく発達検査の適応年齢について問われることがあります。この19回問題みたいにはっきりと検査と適応年齢の組み合わせで構成されている問題もありますし、症例問題で何歳児、これこれこういう症状で受診、必要な検査はどれかみたいな問題でも、実は適応年齢さえ覚えておけば解ける問題もあります。今回はたくさんある発達検査の中でも3つの検査の適応年齢を覚えていきましょう。では早速、まずは SS 法と LC スケールまとめて覚えます。 SS 法は言語発達遅滞検査っていう名前があるので、言語発達について調べられる検査ですね。その適用年齢が0歳の後半から6、7歳になります。そして LC スケール、これはランゲージコミュニケーションスケール、言語コミュニケーションの発達について調べられる検査です。この LC スケールの適用年齢は0歳から6歳11ヶ月。はい、この2つもうどちらも0歳から6歳までと覚えておきましょう。その語呂合わせがこちらです。オウムがスースーリラックス、かわいい。オウムのオがこの0、オウで、オウムのムが6、0歳から6歳までがスースーが SS 法、リラックスで LC スケールです。これは僕の学生時代のクラスメートが考えてくれた語呂合わせです。人が考えた語呂合わせなんですけど、あたかも自分が作ったかのようにみんなに教えていた覚えがあります。で、この SS 法と LC スケールまとめて0歳から6歳と覚えようと言ったんですが、 LC スケールはいいと思います。はっきりと0歳から6歳11ヶ月、まあ6歳までですよね。 SS 法なんですが、これ、国家試験では0歳から6歳とされているんですけど、1歳前後から就学前までっていう風に書いてあるものも見かけます。なのでもし選択肢で1歳から6歳ってなってても、いや SS 法はオウムがスースーリラックスで0歳から6歳までだ、だから1歳から6歳までっていうのは間違ってるっていう風に即決しないように気をつけましょう。もし国家試験の問題で SS 法が1歳から6歳とか7歳って書いてあったら、他の選択肢を見て明らかに間違っているものがないかを確認しましょうね。はい、ということでまず SS 法と LC スケール覚えました。次はフロスティック七角発達検査です。見てみましょう。はい、フロスティック七角発達検査は DTVP って表されることもあります。これは子どもの視知覚、目で見て判断する技能ですね。これを調べる検査になります。その適応年齢が4歳0ヶ月から7歳11ヶ月、要するに4歳から7歳です。ではこの語呂合わせちょっと強引、七角はフロスティックよな、なんか何でもありになってきそうなんですけど、実際僕はこれで覚えていました。七角って言ったらフロスティックだよなっていう感覚で、フロスティックようなで4歳から7歳、これでフロスティックも解決です。さあ、この3つの検査の適応年齢を覚えるだけで最初に見た第19回問題解けるようになっています。確認してみましょう。
発達検査と適応年齢とで誤っている組み合わせはどれか。 A LC スケール6歳以上。さあどうだったでしょうか。オウムがスースーリラックス、0歳から6歳までが LC スケールでしたね。選択肢を見ると LC スケールが6歳以上になってます。×B SS 法、0歳から6歳。はい、オウムがスースー、オウムで0歳から6歳、丸ですね。そして今回覚えたもう一つの検査を見てみましょう。 E フロスティック視覚発達検査、これが小学校高学年以上になってます。視覚はフロスティックよな、ような4歳から7歳。これは小学校高学年ではありませんね。7歳なので小学生なってても1年生です。なので E も×。さあもう組み合わせが分かりました。この問題の答えは LC スケールの6歳以上とフロスティックの小学校高学年以上、これが誤っています。なので答えは A と E。 もう2つの検査も見てみましょう。 C 質問応答関係検査、2歳から就学前。これはその通り、適用年齢は2歳からです。この検査は日頃の会話で聞かれる質問とかに対してその調理解、さらにその質問に対しての応答、表出ですね、理解と表出に関して調べることができます。この質問応答関係検査は適用年齢が2歳からって、なんだかこれだけ語呂合わせを作る気がなくて、そのまんま覚えていた記憶があります。僕の場合はですけど。何かいい覚え方がある人はもちろんそれで覚えてくださいね。そして D のストロー、これは小学校低学年以上で丸です。丸なんですけど、この第19回の国家試験の段階ではストローだったんですけど、このストロー2017年にストロー R と改定されています。で、この時のただのストローっていうのは小学生の読み書きスクリーニング検査っていう日本名なんですけど、改定されて標準読み書きスクリーニング検査になっています。で、その適用年齢は小学校低学年以上っていうのはまあ変わってないんですけど、具体的に小学校1年生から高校3年生までというふうになっています。なので今後国家試験にこのストローが出るときは改訂版と思った方がいいかもしれないので、小1から高3までと覚えておきましょう。小中高の間使える検査っていうことですね。はい、ということで今回はこの発達検査の適用年齢やってきました。それぞれの検査の内容を聞かれることもあるんですけど、国家試験対策としてはこの発達検査の適用年齢を抑えておくことはとても重要です。なのでこの語呂合わせをぜひ参考に覚えてみてください。逆に何かいい語呂合わせを持っているっていう人がいたらぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今回も最後までありがとうございました。